はい、どうもワイワイと申します。早速ね、本日もまあゲームしていきたいなと思う。ちょっとね、やっぱり休みがあったんですよね、で、まあ、久方ぶりの動画収録という風になったわけですけれども、本日はね、ちょっとこのゲームをね、プレイしようかなと思います。うっぷさいの。あー、来ました。そう、今回はね、一発目、2ヶ月ぐらいかな、1ヶ月、2ヶ月、ちょっとね、期間がね、投稿期間ができてない時間があったんですけれども、まあ、手慣らしっていうことで、ダウンロードコンテンツ出たみたいなんで、このね、カップヘッド、プレイしようかなって思いますけど、これ真ん中の子ももう、ヨガヨガ言ってね、右ヨガ、左ヨガ言ってね、してくれて、ニューメンみたいな、なんか膝してんね。ニューメンみたいな膝してて、綺麗やね。非常に綺麗です。ね、このカップヘッド、今回やっていければなと。思ってますね。始め方わからへん、どうしよう。久しぶりすぎて始め方わかりません。あー、いいやん。なんかこのやっぱなんていうか、レトロな感じがええやわな。ダウンロードコンテンツね、今回だからダウンロードコンテンツがついにいよいよよ、もう何年越しなんかわからへんけどね、The Delicious Last Course インソールドって書いてるんで、これをちょっとやっていこうじゃないですか。皆さん、せっかくならこれでメインが今も 96% 私がクリアしたはずのこのあれでセーブデータでダウンロードコンテンツがどう追加されてるのかっていうのはね、なんか画質悪いな、なんか画質悪い思えるけど、これなこのとこ来たんですか。私はこれ、ここが最後のボスですか。じゃあこれ一回出てみよう。そのなんか、ま、わ、ん、あ、英語、あ、これ一応日本語でね、また後でお見せしようと思いますけど、まあ、ワールド多分出たらダウンロードコンテンツのところがあると思うねんけど、あ、ほら、なんか追加されてる。あれがダウンロードコンテンツのとこってこと？行ってみる？で、ここが追加されてるね、これ。わ、ほら、もうシンキングタイムや、この仮面。どうしたん？坊やたち、この世は色で溢れて、ごちゃごちゃしてると思わないかい？いや、思わへんけど。でも、もし世界を白黒で見られるとしたら？平和を愛するプレイヤーだけがそれを見ることができるとしたら？坊やたちのように乱暴なチビカップはどう思うかな？こんなこと言っても信じてもらえないかな？信じる信じひんって何言ってか分からん。お前はつまらん。お前の話、伝説の精霊チャリス様からあんたらに伝言頼まれたんだ。助けがいるみたいだぜ。とても遠い島で摩訶不思議なものを見つけたそうだ。うん、言い方が、あ、いいじゃない、行こうよ。じゃあこっからがだからダウンロードコンテンツってことよね。ほら、なんかもう太陽も持ってるわ。ほら、あれ持って取れるわ。それ太陽、ええな、角度が。おお、できた。The deliciousラストコース。4時40分しかならへんの、そいつの時計は。4時40分オンリー。あれ、どこだどこだ。チャリスは一体何を見つけたんだろうな。え、どういうこと。さあね、わからないよ。彼女が無事だといいんだけど、僕たちずいぶん遠くまで来ちゃったね。チャリスっていうのを探してんの今。お、あら、ヨガの女の子やん。嬉しい、来てくれたのね。最高にびっくりするようなニュースがあるのよ。最高にびっくりするって、それもこれもこのクッキーのことなの。クッキー、一口かじってその目で確かめてちょうだい。ほら、食べてごらん。あら、俺の動かしてんキャラの方や。ほんで、あら、何、入れ替わった。詐欺師やんじゃ。詐欺師なり口やんこれ。まんまとはめられてしまうて。それでも僕はお化けになっちゃったよ。ほんまや、どうしてくれんのお前。レモンティーも入れられへんなってもうたやないか。一体全体どうなってんだ、さっぱりわけがわかんないよ。2杯ともついてきて、みんな説明に。2杯ともってイカみたいに言うなお前。2人でええわ。すごく長い間私は霊界から抜け出す方法を探していたけれど、見つけることができなかったんだね。うん、今まではね。ではあなたたちにご紹介します。それではご紹介しましょう。シェフソルトベイカーさんです。世界一偉大な料理、よいしょー、ソルトベイカーさんです。待ってました、我がパティスリーへようこそ。皆さん、おや、チャリスさん、私のクッキーの効果は絶大のようですな。どういうことですか、この人が作ったんですか。びっくり仰天ですね。あーら、入れ替わっちゃった。シンデレラ状態だこれ。またお化けに戻っちゃったわ。おやおや、全く気まぐれなクッキーですね。美味しさは長続きしないというわけですか。がっかりすることはありませんよ、悩める可愛いおちびカップさんたち。私はすでに驚くべき新メニューを編み出したのですから。ああ、何、その同じような効果のあれですか。このワンダータルトはたった一口で霊界を思いのままに支配することができるんです。ワンダータルトならチャリスを生き返ったままにできるのか。入れ替わりはなしで。
いかにもただ一つ問題がありまして、このレシピに必要な材料を持っているのは最強最悪の悪党たちなのです。チャリスが生き返るためにワンダータルトが必要だって言うなら、俺たちがその材料を持ってきてやるに決まってんじゃねえか。ふざけんなこのと半透明ギコワンダヤロラ。油断してはいけませんよ、怖いもの知らずのカップたち。いや、おい、ちょっと、ジャンプできた、ほら。あ、これでジャンプするのだ。 Z でジャンプして、X で打つのだ、これ。ベン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 。それだけ、ほんで。それだけの感じね。OK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 。これで、だから、まあ、目的ははっきりしちゃうね。タルトを作るわけでしょ。まだ喋るんですか、お前は。覚えておきなさい。チャリスでプレイするとき、メニューのお守りにクッキーを装備するのですよ。え？どういうこと？チャリスってまず誰？これカップヘッドじゃないの？テイサー、あ、なんか装備あったな、これ。契約書ですか？ダウンロードコンテンツ、契約書、フィナーレ。なんか分からへんけど、こいつじゃないキャラを使うのであれば、お守りに、なんか装備しなさいって言ってたな。こんにちは、じゃあ、霊界クッキー。チャリスでプレイ、チャリスってなんだ、だから。チャリスって誰なんだい？どうやって俺をチャリスに変えんだいで。まあ、ええわ。あ、ほら、もうみんな大好き、ミキマウスやん、これ、ほら。千葉県帰れ、お前。豪快豪快。シェフソルトベイカー、最優秀パティシエの栄冠に輝くダニアン。にゃんと、あのデビルをやっつけたカップとは、君のことにゃのか？この島の連中は手強いにゃ。でも君たちがデビルみたいな重い荷物を箱詰めにできるにゃら、あいつらのことも軽々と持ち上げて、ややこしい比喩すんな、お前。ややこしい比喩しすぎやわ、お前。ん？ああ、3枚もうてんて。スロットか思った。どこ行こうかな。どこ行こうかな。この、大体こうやって動いてるところが入れるってことなんだよ、これ。これは？チャリスのチュートリアルや。あ、こいつチュートリアルしょ。じゃあ、チャリスじゃないし、俺、今。あ、このな、ヨガがチャリスなんか？左、パリーダッシュ。はい。三河市ロールっていうのは、下とシフトの無敵状態をさっとまぶします。無敵状態をさっとまぶしますやった。パリーダッシュっていうのはよく分かってないけど、とにかくパリーなんか敵だっけか。あ、じゃあ今動かせるやん。これがパリーダッシュらしい、これ。これ。おん？なんかあったな。これなんかこのピンクに当たると、なんかなんか何回かなんかできるみたいな。ちょっと説明があまりにもあれやけど。でもこれ別に休む前から俺こんなんやったと思うね、説明に関しては。これが三河四郎だろ？てか、じゃコントロール、もうな、歌い出したぞ。なんかコントローラーを使いたいな。コントローラー一回ちょっと繋いでみるか。あー、ごめん、プレイヤー。あー、ごめん、ちょ、あー、やってもたな。プレイヤー2じゃなくて。いや、違うんだよ。コント、いやー、そうなるか。チャンス。チャンス。チャンス。君にチャンス。おじさんと下にもチャンス。イエー。待って、なんかもう状態異常が入ってるやん、これ。ねえ、一人でいいんやけどな。そんなん無理や、ちょっと待って、俺そんなキーボードもコントローラー持って動かさなあかんやん。あら、こういうとこほら、俺なんかおるやん。輪切りにしたエリンギみたいな、掃除機みたいなのもおるし。エリンギの彼は？エリンギの彼何？ついに観客が来た。これでようやく山登りコンテストのメダル授与式が始められる。審査員は誰もが右へ習えで採点したんだわ。この大会も格が下がったものね。あ、これ？ここ、あ、なんか降りてきたよ。上がってみるか。チェスキングの入場。チェスキングのってなんやの、城に。あ、あかん、なんか始まってもた、どうしよう。ごめん。いや、難しすぎる、そんな。一回お前、こうしとかな、つねえよな。なんだお前、やんのか、この野郎、お前。お？なあ。何？何やねん？撃てえの？お前。撃てえ？はい。はい。へえーい！はい。あ、喋れるわ。苦しゅうない！この空中神殿にて、そなたらを歓迎するのよ。よこそは真のチェスキングであるのよ。はるか上空よりそなたらの熱き戦いずっと見ておったのだ。さればこそ、世はそなたらにロイヤルトーナメントの参加資格を与えるぞよ。この戦いでは、そなたの武器も、オフも、効果を持たぬぞの。我が強者たちを打ち負かすには、他の手立てを用いねばならぬ。
幾多の勝利を手にした者には存分に褒美を取らせるとよ。さあ戦う戦場へ赴くがよい。何ここだ、ここのトーナメントに行けってことを言うてんのこれ。なんかトーナメントで勝ったらなんかほんならもらえて、それがタルトの素材になるってこと。やねやろ。じゃあすごい大事じゃん。じゃあ俺あれやわ、大会でやると帰るわ。出やへんのかーい。違うやん、違うやん。 2P を消してこなあかんからってことやからね。これで入っていきましょう。じゃあね、コントローラーでやっぱ動かしたかったから俺は。うん、もう始まるんですか。もうこう避ければいいの。むつやばっ。おい、あ、これなんかこうやってこれプシプシプシできるやん。これプシプシ、ほら押して押して、あーちゃうわ、あー頭のやつプシプシできへんわ。こうや、はいはいはい。え、これこれな、これ大会なのか。これか、これが、あー今のプシプシできるわ。プシプシしていかなあかんってこと。あー言うてってや、難しすぎる。なんか知らん、最初から。あー戻ってたのに、あの旗が鳴ってるとこがゴールなんだよね。難しかったっけ、なんかこのゲームって。そんな感じだったっけ、難しいゲームやったっけこれ。あ、ボタン忘れた、もうこうやったっけ。あ、ボタンが分からへん、なんでやってすぐ。ただですよ、普通にはお前山田電機買いに行って一番性能のいいなやつ、なんかコントローラーって言うて買っただけのやつや。お前ボタン左だけにもお前8個も9個もついて、お前ほらもう分からんわ。あー昨夜は34にもなってこんなゲームせなあかんことが尺やねん俺は。なあ聞いて、あーポルシェ乗りたい。バーンやろ、はい、バーン、はい、当てました、はい、当てました、はい、これ当てられません、こいつも当てられません、当てられます、はい、当てられません、当てられません、当てられませんの当てます。よっしゃ、これもう今ミスで来てなくて、ミスでなくて来てるから、もうここでこう、こう、こう、えぇー、はい、天才。若ほんま若すぎる。34にしてはもう若い、ほんま、ええわ、肌が綺麗。褒めて、勇敢なカップよ。我が強者をカッコもたやすく倒してしまうとは。そなたへの褒美は月仙の富じゃ。ええわ、そんなタルトの素材くれ。その上次なる試合への参加を特別に許すぞよ。ピッポー、うんぺ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 、あ、ここ？これ、今度こっちで、これこっち行こう。次はんな、もうサクサククリーです。なんやねん、なんで馬が、よりにもよって馬が鎧着てんねん、お前。なになに、ね、撃ってこいってこと？撃ち方が分からへんねん。おいおい、ちょ待て待て待て、撃てへん、撃てへんねんって。撃つボタンがあらへんねんって、これしかできへんねん、俺。これ頭がピンクになってるか、頭になんかピョン飛ばせんちゃうか、飛んでいくみたいなことね。ジャンジャンプで、あ、おいおいおい、はや、こう、頭に、こう、ほら、頭にショーンって、ほら、はい。ごめんごめん、全くわからへんわ。打てもせんってね、打てもせんって何、逆に、今。これ突撃しかできへんってことやな。突撃で倒せんねんな、ほな、こいつは。じゃあもう行くしかないよね。え、こう、はい。おぉ。え、でも、これなんか、間合いを測らなあかんな。この状況じゃあかんわ。これ縦の状況じゃあかんわ。なんか突撃してくるときに、突撃してくる攻撃を避けるしかないかも。いや、早すぎるわ、そんな。いや、今の刹那俺、井上尚弥でも避けられへんぐらいの速さで、あ、飛んでくんねんで、あいつのストレートが。これなんか、これか。いや、むずないか。だから、これぐらいで、でも当たってまうよな。一回当たってまうよな、これ。これで仮に。ダメ、いやダメージを当たったとしても当たってまうよな。いやあかんわ、こんなに難しかったら俺もせっかく7月の1日からよお前始めようって言ってな、また母親もお前頑張って手術乗り切って7月にな、来年抜けや。おい、じゃ聞けって話を。欲しいなお前は、お前こんなやろ、おいペコペコの時にパン。あ、俺当たるもん、もう当たるもんじゃ。じゃあ俺井上尚弥になるしかないわ今。俺井上尚弥になるわ、みんな。ああもう早すぎる、マジで無理。いや、あれよ、じゃん、なんかあるぞえ、なんかあるぞえ。これこのままいったらさすがに食らうから、絶対食らうやんなこれ。あ、違うわ、ここであれちゃん、これなんか避ける、これや、これちゃう、これであいつが来た時井上尚弥するわよ、結構こう、ほらこれで避けられた。あ、なるほど、ちょっと待って、むずっ、これで避けるわ、まずこれで一回井上尚弥避けて、行って、早く早来い、もう来るぞ。あ、ちゃうわ、あなぁ、おうおう、で、井上尚弥避けた、この状況、もう
それ知らん。めっちゃむずいやん。待って、これめっちゃむずいわ。俺こう開幕困難すべきじゃなかったと思うねんな。これまずちょっと井上直弥、いや、避けたとしました。でも攻撃のタイミングを結局近くにいなあかんちゃうかな。誘発せなあかん。これ井上直弥が、あ、来た。おい、あんな一撃、あんな一撃のためだけに俺今ずっと避け続けんのこれ。そんなバカな。いや、そんな、まず井上直弥避けるとこから。あー、もう喋ってる時に来るねんな、お前って。ほんま空気読めへんよな。なんなん、そういうあれなん、血液型、そういう、そういう血液型じゃん、お前なあ。あー、そのためられ攻撃のタイミング少なすぎへんか。もうちょっとないか、さすがに攻撃のタイミング。いや、無理やな、そこな、せやな。あかん、回線調子悪いわ今日、ラグい、ラグい。俺こんなお前にばっかり時間かけてられへんで、今日歯医者行かなあかんしな。そうやろ、俺今日歯医者行かなあかんの、お前知ってる。お前みたいにそんな使いもせん前歯みたいなのあるな、歯ちゃうからよ俺は。歯石もお前溜まったら虎にはならんやろ。じゃあむずいね、マジで。見てこれ、俺の身長、これこんなに、こんなに、こんなにか。この時、あー、あかんわ、それ戻って、こう一回ショートアッパーあるやん、左のショートアッパーこう入ってから、下にショートアッパー入ってから、こう一回下に、こう、こっから、こっから、分かりにくいわ、分かりにくいな、なんか説明しにくいわ。あー、ほら、もう井上が来た。あー、やったやったやった。だからサバは味噌煮やって。今のでヘッコヘッコヘッコ来たよ。今一番チャンスな。よし、1で、そうそうそう、ヘッコヘッコヘッコ。はい、それはもう無理、それ横、左のショートアップは欲張んな。ここで避けて、あ、一発ナイス、あ、いいよ、分かってきてるよ。はい、これ欲張んな、左のショートアッパーだ。次、はい、右のバレット飛んできた。はい、1、2、はい、オッケー、いいよ、掴んできた。はい、ショートアッパー、ショートアッパー欲張んな。そろそろヘコヘコヘコ、井上直弥来る、井上来ない、ショートアッパーからの井上直弥、1逃げます、井上直弥、はい、1、え、なんで、ええやん、そんなんはええわ、そんなんはええて。そんなシビアな判定はもう M1 だけで。え、だいぶ足忙しいな、この馬見て、だいぶ足忙しいな、こいつ。歩き方、馬のくせに歩き方なるほど、こうへんかったんかして、お前効率悪いわ。お前友達に教えてもらってよかった。友達いいのか、お前な、友達いいな、お前なんかな。ん、え、これもしかしたらもうそのまま、そのままつき、だからええって、それはもう、それはええって。俺はもういけそうやったやん、もう。お前の方のなんか通気性良さそうやな、そうやな。なんでコロナやから、コロナやからか、コロナ意識してんの、お前、お前なんかがか、コロナ意識してんねんて。みんななんかあれ、ほんな通気性換気できるように言って鼻の穴大きしてるらしいわ。なあ、見てあげて、みんな、ほんなら見てあげて、このうっとしいやつ。へい、まあ、なんかあと2、3発ぐらいちゃう。1、2、へい、そろそろだな、お前のフィナーレよ、お前の人生の第4コーナーというところか。周りには回ってダートみたいな、え。もうええって、ダートとか芝とか絡めた方がええか思っただけやないか、お前。それを何やねん、そんな、エコエコちゃうって。身長差ありすぎやねんから、お前階級ちゃうわ、お前と俺なんか、ほんまは。お前そったって、それ風呂入るとき、お前外せんの、それ風呂入るとき外せへんで、お前そんなつけ方したら。今は嬉しいか知らんが、次はお前が死ぬ番だ。あ、間違えた。次はお前が死ぬ番だ。お前が倍返しだ。倍返しだ。やることない、この時間、この時間やることないよ、ほんまに。マジでジャンタマでも開いて麻雀したのかなぐらいやることない、ここ。おー、来た、3歳目や。はいはいはい、もうちょっとや。かなり今一番いいかもしらん、ほんまに。ほら BGM 聞いて、なんかちょっと焦ってきたやろ。 BGM が焦ってるもん、もうしんどい、トイレ行きたいみたいになってる、ちょっと。はいはい、ペン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 。これ何見てんの、ほんとこれ、みんな今これ何見てん、クリアしてほしいな思って、これ全力で今あれやってる、なんかポールバルーンみたいなやつ、バババババ叩いて、見てくれてる今、みんな見てな、頑張るわ。今度はお前が死ぬ番だ。かっこいいや、倒してもええわ、もう。
いつ倒してもええ気持ちでいる今。し、倒すもん。ほんまにこれで。よし。よいしょ！うまい今の。今のはうまい。もうそろそろ本当に、お前のダートのような人生も、第4コーナーを曲がったストレート。ならば、笑ってくれよ。貴様の人生など、芝生えるわ！いや、もうええってさ、マジで。当たってないでええやん、そこは。あんま細かいこと言うなって、マジで、お前。ほんま思んないわ、俺こいつ飲みに来たないもんな、こんな。いや、お前先にその、縦紙当たる前に、だって一回鎧当たったから、もう、お前人がしゃべったの鬱陶しいの。そういうとこやぞ、お前。そういうとこやぞ、お前が。吉田さんに、疲れへんのは、ハゲ。ハゲ、お前はハゲや。ハゲって言う、お前を。お前の弱点は縦紙やけど。でも俺はお前にハゲって言う、言いたい。言われるより言いたいって。噛み合わせ悪すぎ、歯医者行ってこいよっていうか、お前も。俺歯医者行くから。はい、噛んでくださいって一生言われ続けろ。噛んでんのには、はい、噛んでくださいってずっと言われ続けろ、お前は。最近その俺歯医者行ったじゃない。歯医者行ったらその歯科予習の人がいるよね。女の人が見てくれたりするよね。その見てくれたりする人も、こう、あ、なんていうの、こう、歯をいじったりするわけじゃない、私も。その先生はさ、はい、はい、じゃあ開けてくださいって言って、あ、で開けて、ほんで、ウェーンってやって、はい、で楽にしてください。はい、開けてくださいって言うやん。ほんで、変わって、体調変わりますねって、歯科助手の人に変わって。ほんで、はい、じゃあ、今から何々に指摘取っていきますね。はい、開いてくださいって言われてんやんか、俺。開いてくださいって、お前。俺の口に喋りかけてんか、思って、俺。開けてくださいやろ。開いてくださいって、お前。懇願かい。開いてくださいって、口に、その、開かずの封印の間みたいな感じで、開けごま的に開いてくださいって言うてんのか思って、ほんま。届いたろか思ったわ。あ、ちゃうか。ちゃうわ、それは。ほら、荒れるわ。ああ、荒れるわ、お前のせいで。ほらもう、早終われよ、ほんで、お前。どんだけ時間かかんねん。なんで俺の歯医者のプライバシーまで侵害されてんのに、お前。ノックアウト！なんて話で、お前。なんて話の時にノックアウトしてくれてんねん、お前。使うなあかんやないか、ほんなら。青、あ、あげん。この余裕しき勝利をもって、そなたに褒美を授けるぞよ。何の意味があるの、そのお金は。さあ、出て行くがよい。出て行けってこと？急に出て行けって言われてた、ほんで俺。チーズのタルトのなんやもなんもなしでよ。これ、ショップあるやん。ショップでなんか使えるんじゃん。ポークリング雑貨店行こう。